このパーツはこっち？はい、合っていますよ。そこのくぼみにカチッとはめちゃってください。オーキスさん、お疲れでしたら遠慮なくおっしゃってくださいね。ありがとう。でも大丈夫。こういう経験初めてだからすごくワクワクしてる。この子、名前はもう決めてるの？決まっていますよ。たくさん悩みましたが、サンドリオンという名前にしてみました。とある絵本に登場する女の子の名前なのですが、私のイメージとぴったり一致しまして。サンドリオン、いい名前。サンドリオン、待ってて、もう少しで完成するから。やはりお疲れでしたか。特に昨日と今日は徹夜でしたからね。ひとまずお疲れ様でした。残りは私が引き受けますので。さて、オーキスさんのおかげで予定よりだいぶ早く進みましたので、明日の朝までに完成させましょうか。ラストスパート、張り切っていきますよ。これはここ、それにこれをつなげて、こちらとこちらを合わせて、ペタペタペタ。手伝いましょうか。マロン、頑張る。ああ、いえ、大丈夫です。ガーン。お邪魔というわけではないんですよ。ずっと楽しみにしていましたから、最後くらい自分の手で仕上げたいというだけですので。サンドリオンちゃん、一緒にテーマパークを盛り上げていきましょうね。こんにちは。こんにちは。ジョイの名前はジョイ。
よろしくね。これがサンドリオンくんですか。サンドリオンくんは完成したばかりで、人間でいう赤ちゃんのような存在。そのサンドリオンくんに言語や感情を覚えさせたいと考えて思い浮かんだのが、マキラさんとジョイさんだったというわけです。なるほど。お話を聞く限り、私とジョイくんの関係に似ているかもしれません。わかりました。私でよければお手伝いします。ありがとうございます。お役目を終えてお疲れだとは思いますが。いえいえ、興味深い案件ですので。では早速、サンドリオンくんの構造をお聞きしても？ゴーレム技術がプラスされていますが、簡単に言ってしまうと自立式の機械人形ですね。記憶回路も備えているので学習能力もバッチリですよ。なるほど。でしたらジョイくんが参考になるかもしれません。ジョイくんの学習に関しては団長くんたちに頼んでいろいろ教えてもらいましたね。ジョイくんは好奇心旺盛ですが、サンドリオンくんは比較的そうでもないみたいですし、なるべくこちらから語りかけて徐々に覚えていってもらうのが確実かもしれません。ふむふむ、地道にコミュニケーションを図るのが基地ということですか。これは思ったよりも大変な作業になりそうですね。そうですね。ジョイ君のように自分から積極的に知りたいことを尋ねてくれると楽なんですか。マキラ、どうしたの？あの、一つ提案なんですが、ジョイ君に先生役をお願いしてもいいでしょうか。先生？ジョイさんがですか？ジョイ君は今でこそ多くのことを学習して、それなりに言語や感情を獲得していますが、私が組み立てた時の知能は今のサンドリオン君と変わらない程度でした。ですのでジョイ君なら。いいえ、ジョイ君だからこそですね。今まで学んでよかった、あるいは役に立った知識や思考、感情を誰よりも知っているのではないかと。ジョイが教える？楽しそう。ジョイ先生、やってみたい。これまでの経験も生かせて、なおかつジョイ君にとっても貴重な経験になると思うんです。でしょう。なるほど、面白いアイデアですね。ジョイさんなら立派に先生役を務めていただけそうですし、ぜひお願いしましょうか。やったー、ジョイに任せて。
楽しい、嬉しいはぴょんぴょん、ぐるぐる。悲しい、寂しいはガクガク、ブルブル。わかるかな？難しい？ぴょんぴょん、嬉しい、嬉しい。すごいすごい、よくできました。学習どうかな？楽しい？ぴょんぴょんしたい？ジョイさんのおかげでサンドリオンちゃんもぐんぐん成長していますね。ジョイくんに先生役を頼んだのは正解でしたね。私、ジョイのこと、もっと知りたい。わかった。それじゃあ、ジョイのとっておき、見せてあげるね。ゴーン！どう？ジョイの変形、すごい？わあ！ドキドキ、パクパク。ハワワ、怖かった？仕込まないで。諦めたら何もできないよ。ねえサンドリオン、夢って知っている？夢？やりたいこと、なりたいもの、それが夢だよ。頑張って頑張って勇気出した。ジョイ気功師になった。サンドリオンは夢ってある？私、夢。サンドリオンちゃん、一緒にテーマパークを盛り上げていきましょうね。私、盛り上げる。テーマパーク。これは夢。立派な夢ですよ。その夢を叶えるためにいろんなことを学んでいきましょうね。わかりました。いっぱい学びます。私サンドリオン、ケロと一緒に笑顔届けます。大きな人、小さな人、どうしてですか？種族もあるので一概には言えませんが、小さい人の大半が子供ですね。
あれが子供？かわいいですね。サンドリオンちゃんには特に子供たちに愛される存在になってほしいですから。ここで子供たちと仲良くなる方法を学んでいきましょう。わかりました。私仲良くなります。その前に招待していただいたお礼も兼ねて団長さんにご挨拶に行きましょうか。とは言ったものの、どこにいるんでしょう。会場が広すぎて困りましたね。おや、そこにいるのはシェロじゃないか。あ、ウーノさん、お久しぶりです。奇遇だね。というわけでもないのかな。荷物の量を見る限り仕事のためにやってきたわけではなさそうだ。大方団長に誘われて様子を見に来たというところかな。そこまで見抜いてしまうとは。ウーノさんに隠し事はできませんね。セロ、この人誰？ウーノさんですよ。昔は商売仲間でして、今は十天衆と呼ばれるとっても強い方なんです。強い？ガクガクブルブル。おや、怯えているようだね。おそらく強いという言葉を怖い意味に捉えてしまったみたいですね。シェロ、この子の名前は何というのかな。サンドリオンちゃんです。サンドリオンか。怖がらせてしまったようですまないね。強さというのは良くも悪くも脅威になりうるものだからね。恐怖に思うのもよくわかる。けれど力そのものは罪ではない。刃物はとても危険なものだが、なければないで不便だろう。誰のために何をなすのか、それが最も大事なことだと私は思うよ。誰かのために。つまらない説教になってしまったね。私、みんなに愛されたいです。私、いっぱい頑張ります。それも一つの立派な力だ。努力という名のね。サンドリオンちゃん、褒められてよかったですね。私、嬉しいです。褒められて伸びます。思った以上に賢い子のようだね。シェロはどうしてこの子を作ったのかな。君らしいというか、また面白いことを考えているね。今までも思っていたことだが、やはり君の詳細には目を見張るものがある。ずいぶん引き止めてしまったね。誰かを探していたんじゃないのかな。はい、団長さんにご挨拶でもと思ったのですが。なるほど。けれどそれは骨が折れそうだ。今日のイベントは会場が広くてね、団員でエリアごとに分担しているんだ。団長たちはここから東のエリアに一応いることになっているけれど、主催者という立場として各エリアに顔を出さないといけないからね。結局どこにいるかわからないということですか。
シェロが来たことは私が代わりに団長に伝えておこう。君は君でイベントを楽しむといい。招待されたからだけではなく、何か目的があって足を運んだんだろう。ええ、子供たちとの触れ合いをサンドリオンちゃんに経験してほしいと思いまして。私、子供と遊びたい。そういうことならこれを子供たちに配るといい。プレゼント用のお菓子だ。いささか浅ましい手段ではあるものの、子供に有効なのは確かだからね。わあ、ありがとうございます。あとはお菓子を配るというアナウンスをすれば。なあ、あれなんだろう。ふわふわでかわいい。触ってみたい。おっと、アナウンスは必要なかったようだね。子供たちに渡すといい。わかりました。皆さん、お菓子ありますよ。やったー、ありがとう。大したことはないさ。子供たちが一番喜んでくれる方法を選んだだけだよ。そうは言いますが、その気配りはなかなか真似できるものではありませんよ。今から商人の道に戻るのも遅くないのでは。ありがたいお誘いだね。だが今の道を選んだからこそできることもたくさんある。今はそれを大事にしたいんだ。私も大事にしたい。子供、笑顔、とっても素敵。ああ、だからこそ今ある平和を守り抜き、未来を紡いでいく必要がある。シェロ、君の言うワクワクも広い意味では同じじゃないかな。人を生かすのはパンだけじゃない。ワクワクする気持ちも決して未来に欠かすことはできない。そうかもしれませんね。シェロの夢、私、応援します。もっと学んで力になります。胸の奥
僕のこと。 L-O-V-A ラブリーリルル、今日も最高だ、リルルちゃん、一生応援するぞ。わあ、すごい、みんな興奮してます。本当に学んでほしいのは夢を届けるということなんです。アイドルであるリルルさんは応援してくれるファンの皆さんに喜んでもらうため、サンドリオンちゃんはテーマパークに遊びに来てくれた人に楽しんでもらうため、何よりもお客さんを第一に、それは覚えておいてくださいね。お客さん第一、私覚えました。とまあ真面目な話はこれくらいで、純粋にイベントを楽しみましょう。やっぱリルルちゃんは最高だ。俺リルルちゃんのファンで幸せっすよ。そうだろそうだろ、推しがいる幸せは何者にも変えられない。俺どこまでも追いかけます。昇竜域を越えてでも絶対に会いに行く覚悟っすよ。よく言った、俺たちの推しを全空一のアイドルに導くぞ。わあ、推しゼロ、推しって何ですか？推しというのはですね、最近一部の界隈で使われる言葉でして、強く支持したり憧れを抱いている特定の相手を一押しという意味でそう呼ぶんですよ。支持、憧れ、私も推しになりたい。みんなの推しになる、その意気ですよ。あ、やっぱりシェロさんだったんですね。おや、あなたは。わあ、本物のリルルちゃん。すみません、ここでは目立ってしまうので楽屋まで来ていただけますか？では改めて、プリティオブピース、リルルだよ。やっぱり本物です。シェロすごいですよ。観客席を眺めていたらとっても目立つ方がいたのでちょっと気になっていたんです。そうしたらその隣にシェロさんがいらっしゃるじゃありませんか。ご挨拶でもとお呼びしちゃいました。なるほど、そういうことでしたか。わざわざありがとうございます。ところでこの大きな方はシェロさんのお友達ですか？サンドリオンちゃんですね。今日はイベントに遊びに来てくれてありがとうございます。
これからも応援よろしくお願いします。チェロ、見て見て、握手してもらった。よかったですね。一生の宝物ですよ。私、リルルちゃんになりたいです。推しになりたいです。どうすればいいですか？そうですね、いろいろありますけど、一番は元気や笑顔を届けられるように頑張ることでしょうか。リルルがステージで頑張れば、ファンのみんなももっと応援してくれて、その応援でリルルももっと頑張ろうって思えて、最高のパフォーマンスができる。そんな連帯感が生まれることで、ファンの方々はリルルを推しと呼んでくれるんだと思います。だからリルルはみんなの期待を裏切らないように一生懸命頑張るんです。それにファンが笑顔になればリルルも嬉しいですし、みんな幸せいっぱいですよね。みんなが幸せ、素敵な響きですね。プロフェッショナルですね。私も勉強になりましたよ。ありがとうございます。リルルちゃんの言葉、胸にぶっ刺さりました。私頑張ります。リルルちゃんも応援してください。もちろんです。お互い頑張りましょうね。すごい迫力です。とっても綺麗です。踊りは踊りでも、リルルさんのライブとはまた違った魅力がありますね。私もあれできますか？相当練習しないと難しいですよ。ですが、やってみようという意気込みは大事なことですからね。私頑張ります。シェロのために芸磨きます。お客様、気分はいかがでしょうか？いやー、最高ですね。頭がとろけそうで、眠ってしまいそうです。こちらのお客様も気分はいかがでしょうか？うわわー、気持ちいいですよ。そうですか。全然ツボがわからないんだけど。これちゃんと聞いてるの？まあ本人が喜んでるからいいのかしら。
水動いてます。ぷかぷかたくさん浮かんでます。シェロ、あっち見てください。上からビューと滑ってます。あれはウォータースライダーって言うんですよ。近くで見ると迫力がありますね。私も一度は試してみたいですね。今日はやらないのですか？最初はそのつもりだったんですが、サンドリオンちゃんは水に弱いので、どこかで待ってもらうことになってしまいますし、その間に私だけ楽しむのは忍びないなと思いまして。シェロン優しいです。そもそも本来の目的はテーマパークの参考のために見学に来ただけですので、それにサンドリオンちゃんにとっても参考になることはいろいろありますよ。ここは親子連れが多いですから、テーマパークのターゲット層と似ていますし、雰囲気やお客さんとの接し方などを学んでみてください。なるほど、私学びます。ねえねえ、私と遊ぼうよ。中に人が入ってんだろ、従業員ってやつがさ。早速チャンスですよ。ウーノさんと一緒に学んだことを実践してみましょう。皆さん、何して遊びますか？抱っこして、抱っこ。俺も抱せてください。うわー、高い、すっげー。楽しかったですか？まあまあ、よかったぜ。ありがとう。また遊びに来るね。またって？あれ、従業員ならいつもここにいるんじゃねえの？私、お客さんです。だから今日しかいません。え、そうなの？そっか、もう会えないんだ。そんな悲しい顔しないでください。いつか会えますよ。私、テーマパークにいます。まだテーマパークありませんが、いつか遊びに来てください。うん、わかった。絶対に会いに行くね。待ってます。これはもしかして。俺、どこまでも追いかけます。小流域を越えてでも絶対に会いに行く覚悟っすよ。私、推しになりました。え、推し？これが推しになった気持ち。感動です。私、頑張ります。だからもっと押してください。押してくれれば私もっと頑張れます。押せばいいの？うん、いいよ。俺も手伝うぜ。せーの。そういうことじゃ。さ
たが、まあ、この部品をですね、すみませんでした。迷惑をかけてしまいました。私マスコット失格です。もういいんですよ、自分を責めないでください。あちら側も私たちに非はないと認めてくださったわけですし、怪我人もいなかったんですから。でも私、サンドリオンちゃん、マスコットは笑顔が大事なんですよ。ほら笑ってみてください。こうやって口角を上げてニーッとですよ。そうしたら自然と心が軽くなってきませんか。心軽く、シェロ優しいです。
私くよくよしていられません。頑張ってシェロの役に立ちます。それでこそサンドリオンちゃんですよ。元気になったようですので、これからのお話をしましょうか。これから？サンドリオンちゃんはこれまでいろんな方にお会いしたり、イベントに参加したりして、マスコットとして大切な役割を学び成長してきたかと思います。今まではいわば練習みたいなものでしたが、そろそろ本番に入ってもらおうかと。そこでサンドリオンちゃんのお披露目も兼ねて、ちょっとしたイベントを開こうと考えていまして、サンドリオンちゃんにはぜひマスコットとしてイベントを盛り上げてほしいんです。わあ、私のマスコット力を試す時ですね。私いっぱい学びました。進化を発揮します。気合いたっぷりですね。期待していますよ。任せてください。シェロのために本気出します。私いっぱい盛り上げます。シェロの期待応えます。今日は失敗しましたが、次は失敗取り返します。お、そうだ、あれをやってみましょう。サプライズです。シェロもきっと喜びます。もんぎょうさんあんで、こうてってや。ムンちゃん、あっちにいろいろ売ってるよ。行こう。出店がいっぱいあるの。何を買おうか迷うな。にぎやかですね。お日様もポカポカ良好で、ルンルン気分になっちゃいます。ララ、一人で歩くとはぐれてしまいますよ。手をつないでおきましょう。この前サンドリオンちゃんが考えてくれた企画に合わせてステージも用意しましたので、思う存分パフォーマンスを披露しちゃってください。シェロ、ありがとう。私披露しちゃいます。よ
シェロさん、ここにいたんですね。あ、皆さん、お待ちしていましたよ。この前、ちゃんとイベントに来てくれたんだってな。ウーノから聞いたぜ。その説はどうも。本当は直接ご挨拶に伺いたかったのですが。いいえ、こちらこそ。私たちもあちこち動いていて、会うのが難しかったと思いますし。で、よろず屋の隣にいるのが例のマスコットってやつか。はじめまして、私サンドリオンです。サンドリオン、サンドリオンちゃんですね。ちょっと噛んじゃいました。確かにちょっと言いにくいかもな。そうですか。ではサンドリオンのサンで、サンちゃんはどうですか。サンちゃんか、悪くねえけど別のやつを思い浮かべちまうんだよな。ではサンドリオンの4で、ヨンちゃんはどうですか。ヨンちゃんですね。いいと思います。シェロ、私ヨンちゃんになりました。よかったですね。相性があると親しみやすくなりますから。わあ、大きいね。ムンちゃんとどっちが強いかな。ムンムン、こんなにチンジラモドキの毛皮を集めるなんて、さすがシェロさんだな。カルテイラちゃんにも手伝ってもらったんですよ。せやで、あんたええ素材知っとるんやな。今度うちにも教えてえな。その服は私たちが作ったんですよ。着心地はいかがですか。とっても気に入ってます。ひらひらでかわいいです。それならよかったです。お客様に喜んでいただけて僕たちも安心いたしました。ヨンちゃん大人気ですね。あれ、シェロさん、今日招待したのはこれで全員ですか。確かオーキスちゃんも来るって聞いてましたけど。マキラさんやジョイさんといった何名かは都合がつかず来られないとご連絡がありましたが、オーキスさんからはそのようなご連絡はいただいていませんので、おそらく来てくださるはずかと。待たせたな。オーキスならここにいるぞ。久しぶり、ルリア。オーキスちゃん、その服とっても可愛いですね。すっごく似合ってます。どこで買ったんですか。アポロにもらった、いつものお礼にって。アポロさんから相談を受けまして、オーキスさんに日頃の感謝を伝えたいと悩んでいたそうで、私がイベントにオーキスさんを招待する予定だとお話ししたら、服が良さそうだという話になり、それならよそ行きの服をとララさんとロロさんにお願いしていたんです。そういや
シェルハン、こそこそ耳打ちしとったな。それやったんか。こちらもサンドリオン様の服と同じく納得のいくものに仕上がりました。自慢の一品ですので、喜んでいただけたら嬉しいです。とっても素敵です。似合っています。ありがとう、サンドリオン。あれ、私名前言いましたか？もしかして超能力ですか？実は初めましてではないんですよ。オーキスさんにはサンドリオンちゃんを組み立てるときに手伝っていただきまして。ああ、そうだったんですね。サンドリオンちゃんの構造はゴーレムの仕組みを参考にしていますから、オーキスさんには何から何までお世話になっているというわけですね。オーキス、私の恩人ですね。私、オーキスともっと仲良くなりたいです。私もそう思ってる。手伝っただけじゃなくて、サンドリオンのこともっと知りたい。それならステージ参加しませんか？ステージ？サンドリオンちゃんにパフォーマンスを披露してもらうステージを用意しているんです。もうそろそろ始まる時間なので、サンドリオンちゃんもスタンバイしないとですね。興味はあるけど、パフォーマンスなんて何も。私エスコートします。私を真似してください。サンドリオンちゃん、頼もしいですね。いいと思いますよ、オーキスちゃん。ヨンちゃんもこう言ってますし、オーキスちゃんがステージで頑張ってる姿を見てみたいです。何事も経験って言うからな、思う存分楽しんできたらいいんじゃねえか。そうだね、分かった。私も参加していい？もちろんです。では急いで準備を始めましょうか。お疲れ様でした。いいステージでしたよ。皆さん笑顔でした。いっぱい
応援されました。私一生忘れません。私も楽しかったし、いい経験になった。成功体験はとっても大事ですよ。これでようやくマスコットとして一人前になれましたね。今後も期待して。シェロ、待ってください。実はサプライズあります。サプライズ？もう一つ技練習しました。最初の特訓です。なるほど、サプライズまで考えるくらい成長していたとは驚きましたね。今日はサンドリオンちゃんのためのイベントですから、お好きなように盛り上げちゃってください。わかりました。特訓の成果見せます。なんだ、終わったんじゃねえのか。何か持ってますね。何でしょう。特別ステージ開演します。ぜひ見てください。心配ですね。相当練習が必要なはずですが。みんな喜んでます。もっと笑顔届けます。とっておき見せます。ん？なんか焦げ臭いな。え、店燃えとる！な、何が起きたんや！はよ火消さな！水！あっちの店にも炎症してるぞ！みんな逃げろ！